プロテムデータの登録と公開についてご紹介したいと思います。ですね。まず、私が担当しているのは、この流れでいう、この右端のところなので、最後の最後の部分で、実際、こういうことを、このデータを登録するとかいうことは、まだやったことないみたいな方も多いかとは思うんですけれど、非常に重要な部分かと認識していますので、ご理解いただけたらと思います。で、内容としては、私たちが開発している JPOST っていうプロジェクトのリポジトリのことと、そこにどうやって登録するかとか、データを公開するかっていうことと、最後に少しだけ新しいデータジャーナルの JPDM っていうのとの連携についてご紹介する予定です。で、昨今ですね、オープンサイエンスで、先ほど吉澤さんだったと思うんですけど、話の中でもちらっと出てきた言葉なんですが、科学をやる上で、扱っているデータや手法とかが、基本オープンであるべきだというような、考え方が、普及しているというようなことかと思います。で、それは当然、再現性を確認するとか、そのサイエンスそのものの信頼を維持するために、こういうオープンサイエンスっていう考え方が出てきて、それが今世界中で普及しようと、そういう考え方を踏襲して、科学をやっていきましょうというような考えで、世の中が動いているのかなと思います。で、このオープンサイエンスの考えにのっとって、データをどう扱うかっていう部分について、このフェアって呼ばれている原理原則っていうものがあります。で、それぞれ頭文字を取ってるだけですが、ファインダブルとアクセッシブルと、インターオペラブルと、リユーザブルですね。まずファインダブルっていうのは、その見つけることができるということですので、その扱ってるデータが、どのような ID で、管理されてるかと。そういう普遍的な変化しない ID、アクセッション番号と呼ばれているものとかがつくことによって、見つけることができるようになるだろうと。で、そのデータが、インターネットとかを通じてですね、世の中に公開されているということで、アクセスできるというようなことも重要だと。で、このインターオペラブルっていうのはちょっとややこしい部分なんですが、そういうデータに記述されてる、内容とか、あるいはそのデータを表現するメタ情報と呼ばれるその中身を説明する情報とかに、例えばその、同じような言葉を使って表現するとか、そういうことをしておくと、相互に運用できるようになって、意味が解釈できるようになるっていう意味で、インターオペラブルと。で、最後、リユーザブルって言ってる部分は、データそのものは、重要なものなので、再利用していきましょうと。そのために、再利用できるような、ライセンスをつけるとか、そういう部分が、重要になるよというような部分が、このフェアデータ原則、原理っていうようなものになります。で、こういう原理に基づいて、今、いろんなそのデータが、公開されて、利用されているということになります。で、プロテオムの世界ではですね、プロテオムエクスチェンジ、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムっていう、コンソーシアムがあって、この世界中の、いくつかのグループが、リポジトリデータベースを構築して、そのフェア原理にのっとってデータの管理をしているということになります。で、有名なところで言うと、イギリスのこのプライドっていうのと、アメリカのマッシブで、我々はこの日本のこの JPOST というプロジェクトで、そのリポジトリを作ってるわけですが、こういうそのいろんなところにあるリポジトリで、プロテオムエクスチェンジが管理する ID 体系を、共通化して、一つのこのプロテオムエクスチェンジという体系の中でデータが管理されているということになります。ただ、データ実体そのものは、それぞれの、国のそれぞれの機関のデータベースの中にあるというような感じです。で、実際、そのプロテオムの研究の流れに沿って、登録されていっているデータはどんどん増えていってますので、これちょっと最新の情報は入ってませんが、こんな感じでどん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 増えていっているということになります。
なので、皆さんも研究をして、出てきたその質量分析の生データとかを、登録すると、こういうところに、リストになって出てきて、先ほどのフェアの原理に従って世の中に貢献するみたいなことになるということです。で、リポジトリって言ってるものは、どういうものかっていう部分なんですが、研究者自身が取った実験データを登録するための箱みたいなもので、そういうデータベースなんですが、登録することによって、その普遍の唯一一つのアクセッション番号っていうのを発行すると。で、このアクセッション番号を論文等に記載することによって、参照できるようになるわけです。で、本人以外 その別の研究者も、そのアクセッション番号を論文とかで見ることによって、どのデータを使えばいいかっていうのが分かると。で、なので、そのアクセッション番号に従って、リポジトリからデータを見たり取ったりできますよというような、こういう関係で、データがぐるぐる回るというような感じになっています。日本で他で PDB とか DDBJ とかっていうデータベースが、リポジトリの役割を担っていますけれども、日本ではそのプロテオムに関しては JPOST という名前で運用しているデータベースがリポジトリの役割を担っているわけです。で、いろんなジャーナルが、その DNA とか RNA だけに限らず、プロテオムの質量分析のデータも、生データを登録して論文にアクセッション番号を書いてねというようなことになってきていますので、使い方を覚えてもらえるといいのかなと思います。で、その JPOST というのは、簡単に紹介すると、そのリポジトリの部分と、その登録されているデータを再解析する部分と、再解析したデータを、皆さんに提供するデータベースの部分で構成されてますが、今回はこの1番のリポジトリのところのご紹介です。で、先ほどイギリスにはプライドっていうのがあって、アメリカにはマッシブっていうリポジトリデータベースがあるって言いましたが、日本でこれをやるきっかけになった一つの理由が、そういう外国のリポジトリデータベースにデータを登録しようとすると、転送速度の問題とか、質量分析のデータはそもそもサイズが大きいですので、それでデータ転送で結構不具合があるっていうような話があって、国内に持つっていうことが非常に重要なんじゃないかというのが一つの理由で、このプロジェクトが始まったわけですが、それをどうやって解決するかという部分をいろいろ考えて実装されています。で、使い勝手も良くするっていうことが重要かと思いますので、この JPOST では、ウェブブラウザだけで全部処理が終わるように、比較的簡単に操作ができるっていうところに重点を置いていると。で、登録すべきデータと一緒に、その実験の内容について記述してもらうことになるんですが、それをプリセットと呼んで、データベースに保存しておくと、それをさらにいろいろ使い回して、もう一回登録するときにまた同じ条件を呼び出せるとか、そういうような実装の仕方で、できるだけユーザーの人が簡単に登録できるようになればなと思って、作っているところです。で、データ転送についても、そのウェブブラウザだけでやる内容にしては、非常に高速に転送できるっていうような仕組みを導入しまして、普通の FTP なんかで送るよりかはかなり早くデータ転送ができるかと思います。この辺もなのでストレスなくやってもらえる点かなとは思います。で、実際どんなことをしたら登録できるのかっていうところの手順なんですけど、このレポジトリ .jpostdb.org っていうところに行ってもらうと、こういう画面が見えてると思います。で、基本的にはユーザー登録してもらわないと使えませんので、まずは自分のユーザー登録をしてもらうと。で、ログインした状態で、いろいろ操作をするんですが、まず最初にその実験条件について、いろいろ入力してもらうところがあります。サンプルとかフラクショネーションとか、いくつかあるので、そういうのを順番に登録してもらって、やるんですが、なのでサンプルの部分を作って、もう一回戻って、今度はフラクショネーションのところの情報を入力して、また戻ってみたいなことをやって、この4種類の
プリセットを作ってもらうっていうようなことを最初にやってもらうのが手順としてはいいかなと思います。で、その次に、プロジェクトと呼んでるその公開する単位ですね。一つの単位を作ってもらうことになるんですが、質量分析のプロジェクトを作ると、ちょっとここちっちゃくて見えませんけど、プロジェクトの名前とか、どういう、データを登録するのかっていうようなそういうのを入力してもらうんで、もらった後にとりあえずいつ公開するかっていうのを入力する部分があって、今すぐ公開したいっていう人だったら、この Now っていうのを選べばいいんですが、そうじゃないっていう場合は、Unfixed っていう形で、一応テンポラリーに1年後の日付が設定されるという部分を使ってもらうのがいいかと思います。で、その次にですね、そのプロジェクトの内容を登録していくんですけれど、一番メインは、データのファイルを登録する部分で、先ほどのそのプリセット、登録したプリセットをどれを使うかっていうのを選んで、ここの部分ですけど、選んで順番に4種類あるやつ選んでもらって、その全部選びきった状態で、登録したいファイルをポンとドラッグアンドドロップとかしてもらうと、このプリセットとそのファイルが紐づきますよみたいなことになってます。で、これを何種類かやるんですけど、その後に最終的にはアップロードっていうのをやってもらうと、バーってアップロードされるので、ファイルの転送が進みますよというような流れです。で、それが終わると、一応その条件が満たされているかっていう確認があって、OK になっていればここにチェックされるので、OK だってなっていれば、投稿完了モードに進むんですが、パーシャルサブミッションと呼んでいるものとコンプリートサブミッションと呼んでいるものがあって、コンプリートっていう方はちょっと条件的に厳しくて、ファイルがどれとどれが対応がついているかっていうのを全部登録してもらう、比較的簡単に登録できるようにっていう仕組みは入れてますが、そういうのをやってもらったものがコンプリートサブミッションで、そういうのがない場合はパーシャルサブミッションっていう方を選んでもらって、OK になっていれば進むということになります。で、登録し終わった後に、パブメドの ID とか公開日を決定するとか、そういう部分も編集できるようになってますので、この辺を使ってデータの公開まで持っていくというような仕組みになっています。で、このリポジトリなんですけど、登録するとですね、アクセッション番号が得られて、基本的には論文のアクセプトまで非公開の状態に置いておけると。で、その論文のアクセプトで査読用に、プレビューするためのデータをプレビューするための、特別な URL と、パスワードみたいなのが発行できて、それで査読をやってもらうみたいな形になっています。またこの間だったらリバイスできて、もう一回やり直したり内容を変えたりっていうのができるっていう、こういう機能があるんですが、最終的に一般公開してしまった後は一切の修正ができないっていうことになっています。これは投稿の手順も含めて、その公開後に修正できないっていうのは、いわゆる普通の論文と同じで、なので、その普通に論文を送るみたいなのとよく似たものだと認識していれば比較的分かりやすいかなと思います。で、よく聞かれる内容として、先ほどと同じですが、プロジェクトを間違って公開しちゃったって言われると、基本的には削除できないっていうことになるので、間違って公開っていうのは絶対しないようにしてもらいたいと。で、データが間違ってることに気づいたから修正したいっていうのも基本的には受け付けられないということになります。これはすでに公開したものが、他の人が利用している可能性もありますので、後から勝手に修正はできないっていうことになります。で、プロジェクトを削除するというのも基本的にはできません。で、プレビューするための URL があって、中身見れるんですが、それを間違って論文に書いてるっていうパターンもちょくちょく見受けられるので、このプレビューっていうのはそれ専用のものだっていうことを認識しておいてもらうといいかと思います。コンプリートサブミッションでバリデーションというプロセスがあるんですけど、これが結構時間がかかるので、うまくいってませんけどどうですかっていうようなメールが来たりすることもよくあるので、この辺は時間を待ってもらうという部分です。
あとパブメドの ID を間違ったっていうような件に関しては修正するので、連絡してもらえればいいかなと思います。あと最後にですね、この JPost のリポジトリに登録されている、データについて、その中身を詳細に記述するようなその論文を書ける、ジャーナルとして、このジャーナル・オブ・プロテオム・データのメソッズっていうのを2019年に創刊しています。で、その登録した生データについて、こういう詳細なメタ情報の、をまとめてもらって、それについて記述するっていうための論文を、データディスクリプターと呼んで、それを掲載するためのジャーナルです。こういうサイトがもうすでにできていて、いろいろ使ってもらえればいいんですけれど、このデータディスクリプター論文は、これ短い論文なんですが、そのメタ情報について、詳細にファイルの対応付けだとか、中身についてどういう処理をしたかっていうのを記述してもらって、そのデータの再解析が可能な状態の内容を記述してもらうというようなことが目的のもので、これによってリポジトリに登録されたデータを再現するとか、再利用するっていうところにつなげていきたいというようなジャーナルです。で創刊したということになります。非常に短いですので、書きやすいとは思うので、皆さんぜひ書いてもらいたいと思うんですけれど、そのメタ情報を作るときに、すでに JPost に登録したプロジェクトに関しては、こういうサイトを作っていて、ポチッとその必要なデータディスクリプターにを投稿するのに必要な Excel ファイルを半自動で作りますので、これをちょっと修正してもらったりして、論文を送ってもらえればと思います。ですので、JPost にデータを投稿して、登録するっていうだけで、普通は終わるんですが、それについて、そのメタ情報もちゃんと整理して、JPDM に論文を送ってもらうっていうふうにすると、非常にいいかなと思います。で、こういうことをやってきましたので、JPost っていうプロジェクトはもうこの3つだったんですが、そこにデータジャーナルの部分っていうのが含まれて、この4つの内容について、プロジェクトとして進めているというようなところです。最後、まとめとしては、データ、科学で使われるデータっていうのは、フェアっていう原理があって、それが非常に重要だということと、リポジトリに生データ登録してもらって、そのフェアに乗っ取ってやってもらえるということです。で、こういうのを簡単にできるように工夫はしているので、できるだけ使ってもらえたらということと、最後のその JPDM っていうデータジャーナル、非常に新しい試みですので、皆さん使っていただけたらと思います。以上です。